始まりました YouTube ミュージックフリークスです。今回はブルグミラー25の練習曲をアコーディオンで弾くということで、やってみたいと思います。通常ですね、ブルグミラー25の練習曲っていうのは、子供がまあピアノ学習者ですねがバイエルを終了後にやることが多いです。初心者用の練習曲集ですね。これをピアノではなくてアコーディオンで弾いてみようと思います。アコーディオンで弾くとですね、また違った景色が見えると思います。このようにですね、4つのカテゴリーに分けてやってみたいと思います。それでは最初にですね、子どもの頃の思い出1番から8番をお聴きください。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。1番から8番、まず聞いていただきましたけども、それでですね、今回使ってるアコーディオンはこの通常のアコーディオンと違いまして、通常のアコーディオンというのは左手がですねのボタンが和音になってるんですけども、これはですねこの左手ボタンが単音になります。だからだからピアノと同じようにこうこれがこういう感じで弾けちゃうんですね。でアコーディオンっていうのは結構いろんな仕組みといいますか、たくさんありますので、また別の機会にでも紹介したいと思います。では続きまして、ブログミラーの、作品で9番から15番、これはですねブログミラーでも代表的な作品という感じで一番その特色を出している部分じゃないかなと思います。それでは続いてお聞きください。代表的な作品たち9番から15番です。
いかがでしたでしょうか。ブルーミラー、代表的な作品たち、9番から15番をお聞きいただきました。この辺りが一番ね、ブルーミラーの中でも、親しみのある曲たちではないでしょうか。それでですね、続きまして、これとは正反対のですね、忘れられた商品たち、一番ですね、このブルーミラーの中でもポピュラーでない、例えば、そうですね、あの音楽教室の、ピアノの先生なんかがですね、この辺りはちょっと飛ばしてしまう可能性のあるかわいそうな商品たちなんです。忘れられたかわいそうな曲たちなんですけども、それをこれからお届けしたいと思います。忘れられた商品たち、16番から19番までお聴きください。
はい、ありがとうございました。忘れられた商品たちをお届けしました。それではですね、最後になります。テクニカルな作品たち20番から25番までをお届けしたいと思います。この辺りになりますとですね、かなりそのアコーディオンで弾くのが、難しくなってきます。まあピアノ初心者の曲集ではあるんですけども、アコーディオンではかなりその理不尽な、奏法上ねものもあります。最後のですね、貴婦人の乗馬ですかね、これは子供の発表会とかコンサートの定番でもありますね。アコーディオンで弾くと、どんな感じになるかもちょっとお聞きいただければと思います。それではテクニカルな作品たち20番から25番までお聞きください。
はい、どうもありがとうございました。ブルグミュラー25の練習曲をアコーディオンで弾くを今回はお届けいたしました。長い間本当にありがとうございました。このチャンネルではですね、ピアノやアコーディオンの演奏をはじめ音楽についてお話をしたりしています。今回の動画が気に入ったらですね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。